さんこんにちは。今日は初心者でも作れるパソコンの組み立てをやってみたいと思います。まずこちらはベアボンキットと言いまして、初心者用のパソコンを作れるものがこの中に入っています。そしてこれは CPU 中央演算装置というのが入っています。でこの中にはメモリが入っています。ちょっと開けてみますね。はい、わかりますか。こういったものが入っています。それとあとこれは SSD と言いまして、ファイル記憶装置です。でテープレコーダーの、テープのような役割をします。でこの 1,2,3,4 つを使って今日はパソコンを組み立てていきたいと思います。ではまずベアボンキットというのを開封してみますね。これはですね、型番がディスクミニ110というもので、新品で Amazon で買いました。では開けていきます。こんな感じでございます。見えますか。こんな感じで入ってます。こういった電源もいっぱい入ってます。でこれもなんか入ってます。これがベアボンキットというものです。でこれを外していきたいと思います。あ、はい、こういうものが入ってました。こんな感じです。こんな感じです。後ろはこんな感じです。ちょっと四角い箱です。それと、あとまずですね、これが一番大きい、こんな感じ、コードです。電源ケーブルでございます。これです。 AC アダプターです。あとこれが2つ出てます。ちっちゃいネジが、こういうなんかちっちゃいネジとか入ってるので、あとこういうのゴマ足入ってます。でこれがさっきのメモリーです。メモリーをこれ開けてみますね。これが2つメモリーです。ノートパソコン用のメモリーが2つ入ってます。4ギガです。で、これを開けてみます。これはヤフオクで買った CPU です。はい。これはヤフオクで買いました。インテルの Core i3 です。で、これを中をちょっと開けてみますね。こういうファンとですね、APU の本体です。はい、これだけ揃いました。これを使ってパソコンを作っていきたいと思います。まずですね、ここですね、ドライバーで外します。これちょっと。次にこれに CPU をつけたいと思います。 CPU はこれです。ではここにあるこのレバーを指で外したいと思います。こういう感じで外れました。でこの中にこれを入れていきたいと思います。そうしましたら、これ分かりますか。ここにちょっと三角のマークがあります。これにこちらにも三角のマークがあるんですけれども、この三角と合わせるように乗せていきます。こういう感じで乗せました。三角と三角です。三角三角です。乗せました。そしたらまたこれを閉じていきます。こういう感じです。このネジの下にちゃんと入れ込むようにやるといいと思います。ここです。このネジに入れ込むような感じで置いてパチッとやってください。はい、続いてメモリを差し込みたいと思います。ここに2本こういうのがあって、横つにレバーがありますので、これをこうやって外側に押すと開きます。でこの中に入れていきます。でこの黄色の線がある、ついてるんですけど、これを下に向けて入れます。見えますか。切りかきってちょっと切符で切ったような跡があるんですけれども、これをちょうどこの切りかきと下の凹凸になってますので、それにカチャッと合わせるように入れてください。あ、ちゃんと入るとここ脇がカチャッて閉まるようになってます。もう一つ入れていきます。次に SSD を取り付けます。これです。でもこのところに入れます。そこで卵を入れて、こうなら入ります。
はい、かかります。伸ばしていきます。後ろがこうなってまして、ここにブリスを塗るんですけれども、ここがここにはまるようになりますから、これをちょっと位置を考えて近いところに来るようにして、この4つの穴に入れていきます。まずこれを押して差し込みます。4箇所に押して差し込みます。はい、そうしましたら今度これをここに入れていきます。ここに4つ穴が開いてますので、ここに差し込みます。はい、入りました。そしたら次にケースに戻します。ケースはこれです。これをさっきやったように青と赤のこの線を上にして、ここに差し込みます。差し込んだらこの中に入れていきます。線が邪魔なので、ファンに巻き込まないようにうまく横に避けながら入れていきます。はい、入りました。これでネジを止めていきたいと思います。先ほどのネジ、これを4箇所止めていきます。ここです、ここです。はい、やりました。縦置きも横置きもできるので、これにゴム足をつけたいと思います。ゴム足は先ほどのこれです。これはシールになっていますので、こんな感じです。剥がしてつけたいと思います。こういう感じで剥がれますので、簡単に剥がして使っていきたいと思います。こういう感じです。これも私でもできます。これ、はい、つきました。こんな感じ。 AC で、まずそれ AC アダプターとコードをつけたいと思います。AC アダプターのコードは、これがアダプターで、これがコードです。これをカシャッとやります。そして本体がこれです。これを本体につけます。これはここにちょうど収まるのがあるので、ここに入れたいと思います。はい。これ、あとはこちらのコンセントに入れて完成です。はい、ベアボンキットを使ったパソコンの完成です。こんな感じです。終了。